こんにちは。今日のニュースです。ムンジェイン政権はますます中北路線を進んでます。ここで気になるのが、そもそもムンさんは民主主義的な話ができる人なのか、それとも根っからの共産主義なのかという問題です。今日はムンジェイン大統領とシュチェ思想についてまとめてみました。最後までご覧いただけたら嬉しいです。シュサッパムンジェイン。今から数年前の1987年、渓谷で民主化を求めて学生による反政府デモが高まりを見せ、大学生のデモに高校生、サラリーマンも合流し、デモ参加者は100万人が参加した。そうした学生運動の中に、シュチェ思想を公然と掲げる者、シュチェ思想派、シュ想派も現れた。この思想派のことをシュサッパというのだ。学生運動を牽引した元学生運動家たちは、386世代と呼ばれ、現在、国会で議員として活躍している。現在、韓国大統領となっているムン・ジェイン氏は、学生時代に、この学生運動に参加して逮捕され、服役した経歴があり、あの柔和な顔からは、想像もできないような、かなり過激な運動をしていたようである。また、ムン・ジェイン大統領の両親は、北朝鮮、フンナムの出身である。ムン・ジェインは、大統領になると、大統領人事で、大統領秘書室長に、前ソウル副市長のイム・ジョンソク氏を指名した。イム・ジョンソク氏は、1980年代の学生運動団体、全国大学生代表者協議会議長で有名な人物である。民主化で生まれた前大教は、左翼運動の核となった団体で、北朝鮮に正当性を持つチュチェ思想派とマルクス主義者で構成されたが、イム・ジョンソク氏はチュチェ思想派の代表だった人物だ。つまり、韓国大統領府の中枢に、北朝鮮を信奉した経歴の秘書室長を誕生させている。その後も、政権中枢に、かつて、ムン・ジェイン大統領と共に、学生運動のリーダーを務めていた左派の仲間を次々と任命して、今や、青瓦台の側近の6割以上を、シュサッパが占めていると言われている。こうした背景を見ると、ムン・ジェイン大統領が、北朝鮮のスポークスマンと揶揄されるほど、南北統一に前のめりになっているのかが理解できる。文大統領が、北の核完全破棄という米国の最大目標を軽視して、北が求める軍事緩和、経済交流ばかりに傾くという不満が、アメリカ議会からも吹き出し始めている。日本に対しては、慰安婦問題、徴用工問題、レーザー照射問題などで、軋轢を生み、また、ムン・ヒサン国会議長が天皇陛下について、戦争犯罪の主犯の息子と発言をしたりと、あえて日韓関係を壊そうとするような行動は、日、米、韓の同盟を揺るがしかねない。このような行動に、日本人は、とっくに韓国疲れをしているが、アメリカでも広がり始めている。このままいけば、いずれ、韓国はアメリカから切り捨てられてもおかしくないだろう。記事は以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。またね。